海です。小林弘之です。ゼブライン松井です。まとめ山下です。お願いします。この放送は大風写真家あった秋葉プロデュースバイガイナックスのスタジオからお送りしています。はい、というわけで今週注目アニメです。はい、こちらです。ステアステアでクリエイターズ、そしてさくららリセット、月が綺麗、プリッパラ、以上4作品です。ステアステアステアでクリエイターズから参りましょう。こちらあれ、はい、はい、見てください。はい、見てください。はい、おめでとう。ビクンビクン。なんかつけられてるのかな。どうしてもか。電気スタッフ。やー、クリエイターズねー。先週ね、まああの銀色のあの軍服の髪のラスボスっぽい人が、まあまあまあ名前とかね、アルタイルとかって分かってって話したじゃないですか。で最後あのマミカさんが串刺しになってっていうところで終わって。まあまあでも死なねえだろうと、まあね、言うてもな、言うてもね、きっと8話とかですよ。そう、死なねえだろう。ああいうだって主人公でしょ、向こうの。そうそうそう、その子供の人間はさすがに死なねえと思ってたから。さすがに主人公死ぬなんてねえんだね。死にました、今週さっくりとね。割と序盤で死にました。ちゃんと死が確認されました。着陸絶え絶えにしながら目の色が消えて、消えてふわーってなりました。彼らは死んだらどうなるんだ。なんか消えたね。そうだね、あれ電子的な感じ、本当の世界の。まあそうだよな、デジタルも消えていくのか。そう、あで、その消え方で言いますゲリトルウィッチアカデミアも面白かったなって今思い出しました。どういう思い出し方してるのか。先週見れました。面白かったんだよ。四角い光のキューブになってふわって消えてた。そうそうそう、その四角いキューブがね、リトルウィッチアカデミア今ね肝でね。向こうも四角いキューブが。そう、キューブ多いな。そう、角多い。角だな。面白かったのよ、リトルウィッチアカデミアを見てくださいね。まあ、おばちゃんじゃないんだから、ちょっとデクレーターに戻りますけど、ね、アッコの力を取ったのが先生だって言ったんだけど、アッコ死んだの？アッコは生きてるんだけど、アッコの魔力を取ったのが先生だっていうのが分かって、まさか、シャリオが取ったっていう。それは一応分かりました。なんでシャリオあんなに生きてるって言うの？そうそうそう、で、まあその、マミカさんが最後その生きたい代にマガネちゃんに会うんだけど、マガネちゃんに会う時にそのもうマミカもね、ほんとバカだからね、マガネちゃんに伝言を頼むのよ。お願いアリスちゃんに伝えてって。もう俺におかしくしないよ、こんなもんかよ。で、その内容がまあそのアルタイルさんがね、その悪いことをしようとしているからっていうの、メテオロさんたちがやってたことはいいことだったから、あっち側についてみたいなことを伝えてって言いたかったの、アリスちゃんに。なんかしかし、アリスちゃんがそこで到着するんだよね。到着して、あ、マミカ言って今、アリスちゃんに本人に直接言ってって思ったんだけど、もう、あえてよかったって言うのだけで死んじゃったんだよね。なんかもう、朦朧としすぎちゃってね。もう言ってくれって思ったよね。あえてよかったの7文字が限界だったね。7文字じゃ伝えきれないよ、今の情報は。マカネに聞けた最後の言い方だったから。そう、マカネちゃんに伝えたから。文字数制限が。信じちゃってんだよな、マカネちゃん。で、だから、マカネちゃんが、まあ、伝えるじゃない。まあ、その、なんて言ってたかな、みたいな。もうあの感じよ、もう。確かに。確かに、メテオラさんが、メテオラ、単語で喋るんですよ、メテオラ、許さない。みたいなこと言ってたから、アルタイル合ってたみたいな。だからちょっと虫食いのね感じが。完全間違って伝わる。悪いね。単語は全部合ったことを伝えてるんだけど、順番を変えることによって全部間違えて。嘘は言ってないです。嘘は。これが報道の力です。確かに。報道の編集がある。完全にアリスちゃんはメテオラさんがマミカを殺したと思ってメテオラさんのところに行くわけよ。で、マガネちゃんがソータ君に会ったりとかして、よかったね。なんであんなこと、もう大興奮。で、まあ、ソータ君もソータ君にね、その、まあ、メテオラさん殺しに来るよみたいなね、なんかメテオラさん軍がやったって言っちゃってよみたいな感じで、まあ、マガネちゃんも言うわけよ。しかもソータ君ちょっと隠したいことももう全部わかるよって。アルタイルの書いた人死んじゃったんでしょみたいな、あんたが殺したんでしょみたいなね、言ってるわけよ。もう足でこねくり回される。そう、こねくり回される。足でこねくり回される。足でこねくり回される。足4文字かけてたよ。そうそうそう。で、あーもうソータ君ダメだっていうところにミロクイさんがかっこよく現れて、俺のソータを返せみたいなね。急にどうしたの？急によ。どうしたの？
Q 出されたから、はいどうぞ、スタッフ Q 出したから困ってたからここだいい場面まで、いやそこら辺でスタッフだった、だってこのまま総督つらに離れて放心状態終わりかと思ってたから、そう、かっこよかった兄貴が来たね、兄貴がかっこいいな、うちの、えらい距離が近づいてんだな、そう、でもまあメテオラさんとかもその場に来て、メテオラさん死ぬんじゃないかなって思ってるんだけど、どうなるかな、メテオラさんが狙われる、狙われてんだもんね、今もう終わりですよ、狙われてるから、いや、ミルクさんこっちの仲間っぽくなってくれたからよかったな、よかったね、一匹でやってどっかで変な死にするのか、守って死ぬのかなと思ってたから、人はね、いい人だよね、多分人大好きなんだろうな、ねえ、いやー、かわいいね、とりあえずマミカは死にましたわ、マミカは死んだ、消えた、ショックだわ、マミカは死んだ、マミカは死んだ、マミカは死んだ、一気にして、ワンクール目にして早かったね、ねえ、でもまあ、マミカだからなのかなっていう、ね、意味合いで、まあね、まあ、オマージュ元じゃないけどね、なんだろうねって、そうね、確かにな、なんか確かにいつかそのキャラ設定的にいつかひどい目に遭うだろうなっていう、今昨今の魔法少女はさ、何か守られて終わるかど、まあ、ね、そっちも分かるんだけど、ね、アリスちゃんがやっぱそういう、そうそうそう、マミカのせいでアリスちゃん死んじゃってみたいな、闇落ちぐらいするかなぐらいの、そこで攻撃する最初なんかまあ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 のやつが戦う決心するとかの話かなと思ってたら、うん、いやでも純粋に世界を守るために行動し始めましたからマミカさんは、そうなのよ、それでもう今週で死んでしまったのよ、お別れ会行きたいな、お別れ会が開かれて、開かれてっていうか、秋葉原で6月の11日にまさかのね、お別れの会にある、いや、ほんとヒロさんは嫌な女描くのねえな、時間さえ見つけていこうと思ってますので、この格好で行ったらパニックになるわけですからね、来たーって言って、私は行ってほしいよ、もう殺されちゃうんじゃない、この格好で行ったら、お前だって誤解してる人がいるから、誤解してる人いる、馬鹿してる人いるから、だってアーリスちゃーってなるだけやもんか、とにかくあの遺言聞いた人はセイナさーってなるだけやもんか、そのままパニックになっちゃうからね、気付けば、はい、以上でーす、お疲れ様です、次は、次はね、何サクラダリセット、サクラダリセットですね、サクラダリセットとは、はい、どうしました、じゃ あの私ですの、あ、トイレ行った今、シュッっていうから攻撃してたじゃないです、空にいる敵をトイレ行っていいですよ、トイレでもないです、サクラダリセット、今週のお話、今最もややこしい能力バトルでおなじみのサクラダリセット、ここ最近ちょっと話してなかったんですけど、バトルなんですね、バトルだったりしたじゃないですか、あの、うん、顔面潰されてそれをトラウマ植え付けてなかったことにした後に、ね、トラウマのせいで、ね、そのそいつを従えたわけですけれども、うん、で先週までやってた、3つ3週続けてた話がありまして、おかえり、おかえり、フィッチピクチャー&レッドアイガールというですね、はい、ですね、あの能力を監視してる町の組織あるじゃないですか、町側というか先生というか先生などが、実は予知をできる女の人をですね、うん、我が物にしてまして、その町の平和のために、うん、あの町で何か起きたら起きるのが、起きたら、報告するみたいな、うん、その女の人に報告するっていう決まりを作ったので、はい、なんで自分たちが何か、起きるって思ったら、これもややこしいんです、その能力を使って事前に防ぐために自分を予知するの、女の人が触った人を予知できるんだけど、で自分を予知した時にその町の管理課みたいな人たちが自分に報告をしに来たら、うん、何かが起きるっていうことなんじゃん、うん、だから何かが起きるって伝えるの、うん、こんな予知見ましたよって、でこういう報告をされるっていう予知見ましたよっていう、町で例えば何か能力を使って悪いことが起きるっていう報告を受けましたよって先に言うわけ、うん、したらそれをその管理会社たちが先に動いてそれを未然に防ぐっていうことで予知の内容を変えるという、はい、その予知で見た悪いことが起きるという未来を起こらなくするという、まあ、まあ理解はできるけどシステムで、まあね、でやってたんですけど、まあ、その人はずっと何十年もですね、その状態に幽閉されてまして、うん、町のために働かなきゃいけないという、でも実はあの結婚を決めてる人が、あの濃い田舎にいた男性が数十年前からいるという、でもずっと会えてないという、
でその男性は男性で能力を持ってるんですけど、その2人がなんと画策をして町を抜け出すための釣ったもんだに付き合わされるというのを3週連続でやってたんですよ。その釣ったもんだだったっていうのも3週目に分かるんですけど、はい、一応最初はその男性の方から依頼を受けて、それに巻き込まれていろいろやっていくうちにそうだったっていうことが分かると、あのちょっとこれややこしすぎるんで今ぐらいの説明でもう収めて、はい、オチの部分だけで言うと、その女の人は残り1週間の命だって予知夢で知ってると、予知夢というか予知で知ってると、これも変えよ う, うこればっかりはもう変えようがないと、その予知でも知ってることだから、っていうのを分かった上でいろいろ作戦をずっと結婚をするのをやって、主人公もそれに巻き込まれる形で加担して結局逃げることになります。男性と、うん、これ1週間って分かってるけれど私街出るわと、うん、あなたのおかげで出られたしと、じゃあ最後に僕のこと見てもらっていいですかねって主人公が言うわけで、見てもらって見たらあなたはあの人と会うことになるわみたいな後継者がいると、私の、そう、なかなか予知をする人は見つからなかったの、町の人は自分が死ぬのを知ってるから、うん、探してたんだけれど見つからなかったの、でもね後継者がいるのと、あなたは知ってる、あなたの知ってる人よって言って、で、あなたは近いうちに会うことになるわまたって、その人は女の子ですか、そうよ、中学生ぐらいの線の遅い、そうよ、もう死んでますか、そうよって言って、あの委員長だったっていうのが分かるっていうのが先週の最後だったんです、はいはいはい、予知が未来を予知できる、うん、委員長は能力を持ってたいうのを、うーんって主人公が思って先週終わって、うん、今週時系列がよく分からなくなってきたと、今週うーんってなったと思ったら、今週はあの空白の2年間あるじゃないですか、はい、分かるじゃない、うん、その間、前回の2年前その院長死んだ直後の話をして、はいはいはい、院長死んだ直後の話で、2人がギクシャクしてると、うん、ああ院長死んだなーって主人公思ってて、会いにくいわーって思って、ああでもなー依頼来たから会わないとなー、リセット使ってもらわないとなーつって呼び出して、ちょっとリセット使ってもらおうって思ったら、あのリセット使えなくなったんですけどリセット使えなくなりましたねってちょっと命令してもらっていいんですかね、しろよ、あリセット、あダメだってなって、で本人もその自分のリセットのせいで院長が死んだんじゃないかと、この主人公の傷つき具合を察するに、私は何も覚えてないけど何かあったんだろうなと、主人公は覚えてるせいでそう思ってるし、でこっちもこっちで傷ついてるし、そしてリセットを使うのがうーんってなってるっていうのを解決するっていう話、釣、はいはい、ったもんだって解決して、大切なのは来週です。お来週あのずっとほっといてた1話の1話が、はい、あの3部作みたいになってて、3分の1、3分の2で3分の2で放置してたじゃないですか、です、ね、メモリー・イン・チルドレンって話ですよ、はい、の来週その3部作の3つ目をやってやります。なるほど、もうちょっと覚えてないっす、覚えてない。まあ、要はこの、うん、したもん出して、あだからあのキスしてそれをなかったことにするっていう主人公のチャラチャラした軽々しい行動のせいで、軽々しい行動のせいで主人公が、院長が死んだとかの話の続きです。あー、一番見たやつだ。で、これも大切、多分大切なのが、先週までのその男性の方の依頼、最初に依頼してきたっていうね、恋仲だった男性の方の能力が、写真の中に入るっていう能力があった。写真を撮った時に能力が発動して、でその時に写真の中に入ってる風景にもう一回入れる、それが写真を破るっていう方法なんだけど、の中にアルバム見せてもらったの、の中に委員長が入ってた。だから多分それで委員長の写真はもらった、いろいろあって、もらえたから多分それで委員長に会うのかな、まだ破ってないよ。他の人が破っても入れるんだ。そう、それはね、あの破るときに使う能力じゃなくて、撮るときに使う能力だから、入る写真を作る能力。なるほど。だから、すげえ。入るのは入れる。そう、それも作中で途中までは破ったときに使う能力って思わせて、実は逆だったっていうくだりがあったんだけど、そう、なんでその写真はプレゼントですって言って手紙で送られてもらってたの。どれだけ変えれるの？で、ただ写真の中に入るだけなの、あくまで。はい。で、例えば溺れてる写真だったらこうやってはできないんだ、うん、じゃなくて、例えばその時の時にだから、うん、その時にいた委員長と喋れたら、どっちかっていうと、うん、なんだろうな、過去の思い出に浸る能力だっていう会話ぐらいの、そう、なるほど、やべえ指示だなと思うんですよ、昔の恋人の写真破って喋ってみたいな。そう、だからその要はずっと会えない彼女だったから、多分大量に取り上げてたんだろうね。写真を写真が言ったら無限ループ、ん、写真あってこれをカシャッと撮って、うん、これをカシャッと撮ったらああどうだって、焼き回しみたいな、その場に行くから、その写真とカシャッと撮ってる場所に行く、あ場所、写真撮ってる俺がいるわみたいな。でもそれを、おい
俺が喋んだって言われるああってだめ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 写真撮るたびに何回も呼ぶなきゃいけないなんか同じことしか喋んないんじゃないそっかそれは厄介だなバグってるバグってもうだから写真がどう機能するかもわかんないからねあくまでその思い出に浸る能力って本人も言うぐらいだから、そうね、過去にそのいた人と会って喋りはできるんだけどそうまあでもいろんな能力ちょっとややこしいんだよその場所に行かなきゃいけなかったりとかあそうなんですかそう例えばここで撮った写真だったらまたここに来て使わなきゃいけないだったりあなるほど、ね、ちょっとややこしかっただってその写真撮ってここで使うじゃんパリってやった後に外出るとその写真の中から抜け出せるの、はいはいはい、そ, その空間だけがちょっと過去に戻ってるみたいなあぐらいのぐらいの感じが、ねはいね、写真の中広がるぐらいの感じのかなそうそうで、まあ、10分そこそこ、はいはい、ああ時間制限なんだ、うん、っていうねあれを使ったらそらく委員長に来週会ったりしてで委員長を生き返らせる能力をそのまあ2年前に探して結局見つからなかったんだけどまだずっと探し続けてるよみたいな話が、はいはいはい、今も見つかるのかなどうなのかなという感じですなややこしいけど面白いんだよね面白いね面白いんだよややこしいけどね好きだな能力が好きだな俺好きだなややこしいなややこしいでも面白い頑張ってみてみて疲れるとちゃんと順序をここで見てるんだろう順序ごと見た方が高速にちゃんと考えられてるから考えられてるからちゃんとそのことで見ていいと思うで先週までのその3つおじいちゃんおばあちゃんの恋模様に付き合わされる回が一番ややこしいからその写真の中に入る能力をいっぱい駆使したりとかして、まあ、今聞いてたらまだまだね入りやすいだろうけどなるほどねめちゃめちゃ大変よ見てくれじゃあ次行こうぜはい月がめっさ綺麗やわこちら京都の方の京都の方の恋模様ですか綺麗めっちゃいい話めちゃめちゃいい話消して話した消してない消してないまた出してないそうしてない普通にみんなでワイワイする時に話したぐらいで、まあ、簡単に説明しますとね文芸部の男の子がいまして、うん、陸上部の女の子がいます、うん、何らかなんか付き合います、うんここまで来ましたねはいやわかりやすいそんなことなくても大丈夫なぐらいの情報で女の子とかで女友達がいますが書き出すのねそうこの子が、この子のことを好きになりますあで、まあ、ここは、まあ、付き合ってるよってちゃんと言うのよ、うん、私は付き合ってますよとうん分かってるだけど告白しないとやっぱすっきりしないから告白させてねっつって告白しようとするんだけど、ねうん、告白が、まあ、2人が一緒にいすぎて告白できなくて泣くっていうシーンがめちゃめちゃいいんで、見てくださいマジで先週そんな2人が一緒にいたことばっかり見てるからみんなで遊園地でまあ、最初黙ってるんだけどで別の男の子にちょっかい出されてこの子俺の彼女だからを高校生ながらにやりまして、うんね、男の方は何も知らないからさっと行っちゃうけど2人、まあ、グループから外れてそのデート行ってそれを見ちゃう女友達で、ああっていやいいのよシンプルだねシンプルすごい正統派のラブストーリーでこの子らジェットコースター写真撮るじゃない大体、うん、あれねそれを買えるやつねいや思い出に買っちゃっててそれガーってダメだーってダメだ思い出に買ったけども見れば見るほど辛いよ辛いよあの子と付き合って知ってたけど告白できなかったふえーよ振られたよふえー今の先週先週ね、はい、今週そんな面白くなかったなんだよ今週2人がなんか浴衣でデートして男の子の誕生日がもう過ぎてるからあーどうしようちょっと電話してくるっていう明らかな嘘をついて誕生日プレゼントを買いに行くっていう可愛い話この前が誕生日だったんでこそうなんで言ってくれ、まあ、付け出したのは最近だから、うん、いやもうでも言ったらなかったしもう、お祝いしたかったのに言っちゃったのああ電話してきますちょっと待ってねちょっと待ってねっつって買いに行くっていう待ってけどっつってで探すけど、まあ、お金もないしな高校生らしくで、まあ、自分とお揃いのまあ、ぬいぐるみ的なものを、うん、ゆるキャラのぬいぐるみをプレゼントしてありがとうっつ、うん、でチューするいい話、うん、チューするチューした大丈夫リセットしない大丈夫リセットしないそれはもしかしてこの後嫌な顔されたらやるかもしれないマジかどう思うっつって何も思わなかったって言われてありがとうっつってめちゃめちゃいい話のオンパレードでもそんなもんはもう前説ですここはあれその後にクラスメイトたちのショートプレイみたいなのがあるんですよ見えてないし何もインク出てないし全然出ねえボールペンいいかなダメだよボールペン置いたじゃないですかダメだよそれ使ってくださいよ。出ない。出ないもん。出ないもん。なかった。出ねえや。なあ、学べ。同じ。今なんのよ、同じ方。ちくしょう、そう、もうね、クラスメイトたちの、ま
ショート、まあ、エピソードたちがあるんですよ、まあ、妄想のこととかサイドストーリーじゃないけど、はい、先生がね可愛いですね、ぜひ見てほしいの。先生が可愛いのイケメンの子で、まあ、ロアン君っていう、まあ、いるんだけど、すごい名前してるね、イカチーね、そう最近こういう子キラキラしてんじゃん、その子に先生が惚れちゃってるっていう、でもあまあその子ここやっぱモテる、みんな気づくような、あれリップ変えたとかそういうのを言えるタイプの子よ、先生にもまあ言えるし、ロマンさん、ロマンちゃんでも、まあ、よくある観察がするけどピュアな子、あなるほどね、そう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 、悪い子じゃないか、君ら付き合ってるでしょ、パラって言って、あいいね、なんでわかんだよ、だけど、まあ、自分は別に一人でジェットコースター乗りまくってるみたいな、グループデートなのに一人遊んでるくらいのいい子と、あとめちゃめちゃセックスばっかするカップルいるから、やめてくれ、これを見てほしい、やめてくれ、急にどうしたの、急に綺麗って好きだ、これのリアルさがいいなって、へ、高校生の同級生カップルで、同級生カップルでちょっと遊んでるような女の子と、うん、もうただただやりたがりの男の子が毎回デートでラブホに行くっていう、へで女の子も分かるよ、ちょっと話すからって言ったら、分かったちょっと場所かよっつって、うん、行くっていうじゃあ金出してもらっていいかな、もうっていうか出すっていう高校生カップル出すとかで、まあ、こんなんなんだなっていう、うん、超いい超いいからね、このなんか前説が終わった後の話ね、めちゃめちゃ面白いから、メリハリがすごいね、見て前説ね、メリハリがすごい、そう結果ペン使わなかったっていう、あ終わったね、線が3本書いてあるだけだよ、ね、ほんと面白いからね、見るちょっとエロいので、エロいので見るというとエロいと思われるそうだけど、見る見て、じゃあプリパラ、じゃあまずプリパラです。今週はですね、まあ、先週の時にさらっと言いましたけど、チアリーディング部の女の子たち、あの、うん、ダンプに足が寄っていて、ダンプにしか興味ないんすよ、プリパラには興味ないんすよって言ってた、あの女の子たちのうちの一人をたぶらかすって話でしたね。なるほど、口説き落とすぞ、はい、メンバー行きなんかなんやかんやで、アイドルがいねーっつって、アイドルになってくれる子がいねー、前回誘っていた運動体育会系の女の子もキービー中ではアイドルになってるのになかなかアイドルになんねーっつってまだ運動ばっかのままで思ってて、困ったけど、とりあえず、うん、そうだヘアメイクをしてくれる施設を作ろうって、ほう、なんでかっつうと、あのアンケート取ったんですよ、街頭アンケート、出口調査したんだけど、うん、いやだってプリパラスター施設少ないじゃん、ぶっちゃけって、うんうん、できたばっかだけど、なんか施設、なんかカフェテリア出すと、うん、もう一個くらいしか施設がなくて、ぶっちゃけ飽きるよっつって、あ、まあ、遊園地に施設2つしかなかったら確かに飽きるわなっつって、毎日行けねえわなっつって、施設増やそう、なんかおしゃれに可愛くなれる施設を作ろうって、あいい、ね、思ったところに白羽の矢だったのが、ちあこちゃん、ちあこちゃん、うん、あなたすごいなんかヘアメイクできるじゃないっつうの、なんかあの夢川さんとララちゃんがすげえなんかボサボサな髪型してたから、うん、マジかっつって おめえらやべっすわっつって、うん、直すっすって言ってダババババって直してくれたの、過剰にメイクしてくれて、あこれがあったらプリパラにもっと客が増えるっつって、その子をラッチしてきてあのメガネにこの子がヘアメイクをやります、私は興味ないっすやります、興味ないっす、登録しました、興味ないっす、ピカーン、わー、ほったて小屋できてる、ボーン、違法収容、興味ないっす、違法収容、延々と繰り返したら、しかもたまたま来てた女の子たちが、うん、あれここでヘアメイクしてくれるんですか、興味ないっす、うん、あんたダサいっす、やるっす、ちょきちょきちょき、うわーすごい、興味ないっすって延々と繰り返して口癖だ、うん、あのね、それでね、結構その子有名になるわけですよ、なんか露店で、なんかちゃんとレベル、あ、完全に作ったわけじゃないから露店みたいなところになんかよくわかんない道具だけ置いてある状態なんですけど、なんだんだん人気になってきて、あの江戸っ子で区長で口の悪いヘア、頑固なヘアメイクっていう江戸前ヘアメイクアーティストペッペッてやってますよ、ペッ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 素人が専門用語使うんじゃねえっすっつって、私はやるっすだっつってバーンって光らせてくれるっていう光らせてくれる、セットしてくれるけど光らせてくれるの、光るの、ピカンすごすぎて光るんだよ、これはこれあのプリーズのさ、はい、ベルさんがなんでコーディネートしちゃうかやったじゃないですか、 あんな感じの謎コーディネートじゃなくて結構マジにちゃんとコーディネートして、江戸前のきらめきが江戸前なの江戸前のきらめきがで結構人気になって、メガネもそれで勢いよくして、あの露店だったところをなんかクソ細いボロい掘ったて小屋作ってくれて、仮店舗ができましたわーっつってやってくれるんだけど、そこにあれダンプリファンクラブのチアリーディングが現れて、お前何やってんだよっつって、私ってダンプリファンクラブだろっつって、なんでプリパラなんかにしてくらってんだよっつって、お
まだ絶好だっつって、ね、それでなんかその女の子もなんかもういいわっつって、うん、分かってくれんやったらおめえだ絶好だっつってなんかそこでたまたま分かっちゃうろ、うん、でラーラちゃんとゆめかわちゃんもうそんなこんなことになるとは思わなかったんすっつったらいやそれはあんたたち別に悪くないっすよっつって、うん、でも来なくなっちゃうそのまま、うん、ライブして仲直りしないとねであどうしてそうなのいやまさか違うもうそんなはずないよ、はいはいはい、まさかそんなはずないよ、うん、それでねどうしたもんかなってなるんだったら、うん、まあなんやかんやありまして、うん、夢なんでしょっつってあんたヘアメイクあっつヘアメイクさんになりたいんでしょ将来っつって夢なんでしょっつって夢を諦めんのかっつってで結局なんかゆそのちやこちゃんの活躍をそのダンプリの姉ちゃんたちに見てもらって、うん、あんた輝いてるよっつって、うん、認めた認めて、うん、めえだしめえだしあらライブはしませんいやライブはねなんやかんやってそんなことを見ていたら知らないうちに夢川さんとララちゃんのゲージが溜まったので3分間ライブができます。あの逆なんだね仲直りしたらライブがおめでとうってコメントライブですなるほどねで祝ライブやったまあ本当ライブしなくてよかったんだねじゃあそうですおめでとうライブでよかったな今週言えないのよライブなんてみんなアイドルにはならないなってないあれなの先週から引き継ぎてならない違うのよこの話はねあのライブとかじゃないのよあのね、違うの、プリパラは反則のためにスポンサーから言われてるからライブシーンを入れなきゃいけないだけで別にライブシーンなくてもいいの別に、ね、すげえ裏を話してストーリーにねじ込む必要はないちょうど今東大であのデュオライブっていうのができるようになってるからララちゃんと夢川さんが2人でライブするシーンを絶対入れてくださいねってあのタカラトミーから言われてるからいやいや入れてるだけでしょうがねえな本当に入れたくないんだよ入れなくても成立するってことを今回言いたいがために別に何もなくても話し合いだけで解決するっていう作戦を取ったわけですよねでそう入れるためにメンバー増えるの増えたらいっぱいそうできちゃうもんね出来上がってそうよなんかやっつけて引き倒してるとこ回とか何回もあるんだからねああそうか出てきてワンパンでバーン倒してワンパンマンかよってくらいのなんかずさんな戦闘ってあるんだから確かに普通に売りたいもんな女子向けアニメってそういうもんなのああ初めて知ったわ、ね、まあでも何やかんやってララちゃんと夢川さんのライブのおかげでまあ盛り上がって、うん、あの今まで掘ったてがあった小屋が正式にちゃんとプリパラのヘアメイクスタジオとして完成しました、うん、メガ姉さんが正式に雇用契約を結ばせてくださいっつってやるっすっつって終わったおー興味あったねいいね今までは口約束で働いてたから、うん、今まではもう仮だったから、うん、予算も出てなかった研修中、うん、結局アイドル増えるといいねまだな増えなかった増えないよ今期はもう増えないのかなでも大丈夫それでいくのかな基準に3人ぐらい出てるのにまとめてるのかな一見年末まで渋るかもしれないまだ上ですでもまあクビなんだねもうあの このクールが終わるまでにアイドル増えないとクビなんでピンチ駆けつけるからクビになってフリー編が始まるまあでも正直クビになったらねクビになる展開もなくはないので確かにな、うん、あれはあるよなあと思う確かに確かに地獄のフリーアイドル編があるよねチカパラってのやってましたからね一回あ言えるよ挑戦かということで嬉しいです、ね、以上です、はいね、はい、というわけで以上アイドルタイムプリパラの感想でしたそうだまとめて中国アニメ今週の中国アニメでした全部プリパラでしょ、ね、プリパラでしたプリパラでしたというわけで今週中国アニメでした感想とコメントとチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますバイ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 になります